安城市長安城市は大韓民国系軌道の南部にある市である。近世には中期の製造をはじめとする商工業で栄えた。朝鮮語でおあつらえ向きを意味する漢用区はこの町の中期生産に由来すると説明される。東部は車霊山脈に連なる産地となっており、中西北道との境界に位置する南部の随雲山が最高峰である。 安城川が市内に源を発して、西に流れている。西に、平沢市、北に、竜人市市、東に、伊調市、東南に、中世北道陣川郡、西南に、中世南道天安市に隣接する。古代には、那渓骨と呼ばれ、九だ高栗、白木がせめぎ合う土地であった。六世紀半ば、九だの伊徳王と高栗のヒゲ王が争った、熊川城を、 安城付近に否定する説もある。白木時代には白木軍が置かれて干州に属した。高麗時代の940年に安城軍が置かれ、1018年には水州の属権となった。朝鮮王朝時代の初めに安城軍が置かれて中西道に属したが、1413年には軽軌道に編入された。また、 現在市域に含まれている西北部の非常は洋城、県、東部の竹山は竹山と五府であった。安城は近世には商工業の中心として栄え、中期の生産でその名を知られた。また、男寺等などの民衆芸能の拠点の一つとなった。近代の地方制度改革により、都五府、軍、県などの故障が、軍に統一されて、安城軍、洋城軍、 竹山軍の三軍が編成され、1914年には、洋城、竹山の両軍が、安城軍に併合された。京府線などの主要な鉄道交通網から外れたこともあり、伝統的な安城の新中産業は近代になって衰えている。1937年に中心部の安城面が、優に昇格した。1998年4月1日、安城軍が、 安城市に昇格した。角の複合形大使であり、ほらが置かれた安城一道、安城二道、安城三道と、穴道優の都市部、面が置かれた農村部が閉村する。三両制度一遊十一面からなる。大学校専門大学軍域の西端に、京府高速道路、東端に、東栄太田、中部高速道路がそれぞれ南北に走っている。かつては、天安駅と、 長古院駅を結ぶ安城線が走っていたが、1944年に安城駅等が廃止、1989年には全線が廃止され、移行しないに鉄道路線はない。なお、韓国で発売されているインスタントラーメンに安城タンメンという商品があるが、発売元の工場が安城市にあることと安村ンンマッチングのイメージを重ねたためであり、 安城市自体は特に麺類を名物としているということはない。安村ンンマッチュムは直訳すると安城合わせ安城あつらいとなるが、これは韓国語の慣用句の一つでおあつらえ向き、うってつけと訳される。かつて安城で精度の高い新鍮製品が生産されており、安城の職人に注文すると注文通りの器が作られたことから、 あるいは器と蓋を合わせると隙間なく合わさったことから安城中期のようにぴったり合うとしてこのような表現ができたと一般的な辞書では説明されている。安城氏は安村ンンマッチュムの都市安城をスローガンとしており安村マッチュムを冠した文化施設や農産物によって産業振興を図っている。 韓国国内韓国国外直霊第98号地方制度改正源直霊第36号地方制度完成改正源朝鮮総督府霊第11号軽機動例第7号朝鮮総督府霊第85法律第1175号大統領令第1027号市軍区有面の管轄区域変更及び面設置等に関する規定 大統領令、第一万二千七号誌、軍、区、有面の管轄区域変更及び面の名称変更に、関する規定安城軍条例第千四百二十三号、安城軍条例第千六百二十九号法律、第五千四百五十八号、に安城市条例第三百三十三号、アーカイブ二千十四年四月七日、ウェイバックマシン、二千十二年五月10日確認、 第五半円筆、ありがとうございます。